たのでした。今年の春、沖縄に行きました。海が綺麗で、食べ物が美味しくて。戦争法は絶対反対。戦争法は絶対反対。そういうことでのお話がありました。おかしなことも数の力さえあれば無事られたんですか。皆さん、この若手議員の発言、沖縄の2つの新聞は潰してしまうって。皆さん、自民党の憲法改正条文の中では、この表現の自由について改正する部分があるんです。何て書いてあるか知っていますか。書いてあります。公益、公の利益ですね。ならびにそれを目的として結果を行うことは認められないって書いてあるんですよ。つまり、時の権力に反するような、邪魔するようなことを言ったり集まったりする人は憲法になったっていう、こんな自民党の憲法公案なんですよ。絶対止めなきゃいけない。この反省法案も絶対止めなきゃいけない。表現の自由を。我々野党には核がありません。高校に行ったら高校在任することになるでしょう。でも、おそらく支持率が下がります。支持率が下がれば、安倍総理も5年間に応援なことができなくなります。どうしたら支持率が下がるか、これは皆さんの、そして国民全体の問題。これ後で返したらいいですか。忘れた。今後使いますね。よかった。どうぞ。頑張んなきゃ。おっさんは応援するだけだから。食べよう、食べよう、行きましょう。はい、ありがとうございます。はい、頑張って。俺らあんま頑張んない。頑張りに来てない。やめろ、食べよう、やめろ、やめろ、食べよう。感想は今日の感想、とりあえず俺が思うのは、
あの、なんていうかな、時間の無駄って感じかな、うん、そんな感じかな。診察すればいい、診察するとか、会議事堂に引っ付けるとかしたらいいのにな。あの警官たちはどうだ。あの警官は気の毒やな、こんな子供の遊びに付き合わされてな。俺計算、ざっと計算したけど30人はおったで。あれみんな家帰った子供がと奥さんが、ま、家待ってんのやろ、晩ご飯作って。かわいそうやな。以上。